し。はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、こちら。はい、ミンネ。以前ね、僕が、コーヒーカップを買ったミンネという、まあ、雑貨通販サイト、ハンドメイドの雑貨通販サイト。こちらでね、また、素敵なコーヒーグッズをね、見つけたんで、ちょっと、こちらを開けていきたいと思います。今日届きました。いや、これね、来たと思ったね、ほんと。あ、そうだよ、俺が欲しかったのはこれだよっていうのがね、もうまさにあったんで。あ、おー、いいね、いいね。はい、おーっとっとっと。今回、注文いたしました。グッズ。こちらでございます。はい。おー。あ、いいじゃん、いいじゃん。なかなかいいじゃん。あ、ゴム紐もなかなか。うん、あ、おまけも一つついてるし。あのね、わかる？これ。コーヒー豆の、本物のコーヒー豆の、ブレスレットでございます。ピントが合わないな。はい、こんな感じでございます。すごいよね。かわいいよね。あの、こんな感じで、あの、コーヒー豆にゴム紐が通してあって、これをね、まあ、ブレスレットとして、こう、つけられるんだけど、よいしょ。おー！いいじゃん！いいじゃん、いいじゃん！ははは！すごい、ついにコーヒーのブレスレットを手に入れたけど、なんかコーヒーくせえな。うわー、すげえ、コーヒーだ、本当にコーヒーだ。僕が注文したのはこっちのなんかトルコ石みたいな青いねやつがついてるやつなんだけど、おまけで一つつけてくれたみたいです。はい、こちら発送もね、すごい早くて、うん、もう注文したその日にね、あの、発送しました。作って発送しましたってね、あの、送ってきたんで、メールを。いやー、すごいね、ほんと、迅速な対応を、していただきました。ほんと、ありがたいですね。で、この、ブレスレット、まだね、在庫があるんで、ぜひよろしければ皆さんも、あの、下のリンクから飛べるんで、もしよければ、こちら、ぜひ、カズマックスとお揃いとかどうすか？すごいよ、これ。めっちゃいいよ。うん、あのね、ゴム紐が、通してあるから、あの、きつくないし、まあ、ある程度大丈夫だし。で、メールとかで、自分の手首のね、あの、長さとかを入力すれば、それに合わせて作ってくれるそうなんで、ほんと、まあ、自分に合ったね、世界に一つだけの、このコーヒーブレスレットが手に入るわけですよ。うわ、これいいね、めっちゃいいね、これ。すごい、ちょっとテンション上がってる。これメインチャンネルでもよかったかな。なかなかいいよね、ほら。コーヒーがさ、あの、コーティングされてんの？めっちゃ良くないですか？良くないですか？めっちゃ気に入りました。うん。コーヒーくせえけど。うん。やっぱコーヒーと、ちょっとコーティング剤なのかな？少しね、まあ香りはしますけど、まあこれはそのうち取れるでしょう。うん。まあ別に不快なもんでもないし、全然大丈夫な範囲です。うん。いいね。いいね。カズマックス極まってきたね、コーヒー好きが。いやー、いいね。気に入りました。よかった。買ってよかった。ぜひ皆さんもね、下のリンクから飛んでみてください。はい。というわけで今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。